はい、オレ工房です。今日はですね、こういう透明などんぐりを作ってみたいと思います。ピカピカ光ってとても綺麗です。これを使えば、こういうね、アレンジして、透明な、どんぐりの人形だったり、あとは、アクセサリーとしてね、チョーカーを作ったりすることもできます。結構綺麗でおすすめですので、皆さん楽しんでください。はい。使うのは、道具はですね、これ、おゆまるくん、100均で売ってる、お湯で、固まる。柔らかくなって固まる粘土。あと今日は UV レジンを作ります。ペットボトルじゃなくて UV レジンでいきます。それから、まあ、当然ながら、どんぐりがお手本で必要です。ですね。このどんぐりを、型にして、このおいまるくんで型にして、それでレジンを流し込むと。で、固める。で、ガクトをつけて、完成というものです。はい。では、早速いきましょう。おいまるくんを、取り出します。はい。で、どんぐりはですね、まあ、できるだけ、最初は小さい方がいいと思いますんで、小さい方が簡単です。どっちにしようかな。で、ここに、おゆまるくんのためのお湯を用意します。はい、それではお湯を入れるためのボール。おゆまるくん。あと、濡れるので、タオル。はい、ここに熱湯を入れます。はい、気をつけてくださいね。はい。やけどに注意。そして、おゆまるくんを入れます。はい、ここからはスピード勝負ですね。はい、いい感じに柔らかくなってます。よいしょ。こうやって、どんぐりを包み込むように、型を作ります。で、こっちから外す用のね、穴も確保しておきます。完全にくるんではダメです。はい、こんな感じかな。漏れないように。まあ、微調は後からなんとかなりますので。はい。こんな感じ。はい。これが、固まったおゆまるくん。今度はここから、このどんぐりを、外していきます。もうちょい。もうちょい。よいしょ。はい。よいしょ。はい、出ました。はい。こんな感じに、型が出来上がりました。はい。型を取った、このおゆまるくん。これを台座に、ね、倒れないような工夫をしてください。粘土の上にやるのもよし。両面テープでくっつけばくっつけるのもよし。これ倒れちゃうとね、結構悲しいことになるので。はい。僕はちょっと台座を作りました。はい、ここで100均の UV レジン。これを入れていきます。ぬるぬるぬる。はい。これで OK。これを、硬化させます。
はい、硬化させるにはこのような UV ライトを使うと便利です。UV ライトで数分、まあ数分で硬化すると思います。はい、硬化させた、レジン、さあ外してみましょう。どうなってるかな。はい、これもどんぐりを外してたように、外した時のようにこう下から押し出すというところです。よいしょよいしょよいしょ、いい感じ。はい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 、お、いい感じでできましたね。光が綺麗で、どうでしょう、バッチリでございます。はい、で、ですね、こういったバリはね、絶対できちゃうので、ニッパーなりで取っちゃいましょう。はい、で、綺麗に取れればそれで OK ですし、必要に応じて紙やすりで少し削ってもいいかもしれません。はい、それでは、まあこんな感じでいくつかできたものをですね、今度カクトに組み合わせていきます。この辺楽しいとこです。これにぴったり合うね、まあちょうどいいカクトを自分で好みで見つけてください。これいい感じですね。はい、とかこういうこんな感じ、これもいいかもしれないですね。はい、こんな組み合わせで、自分の作りたいどんぐりの帽子をコーディネートしましょう。はい、このカクトを、にくっつける方法、これはですね、またレジンを使って固めていきます。で、ちょっとですね、レジンを少し、まあ、何かの上に垂らしてですね、で、筆を使います。はい、もうレジン専用の筆を作ってください。これで周りを塗ります。で、またこれを固めます。あと、もうカクトはですね、これ全部きれいに塗っちゃった方がツヤツヤしてきれいなので、まあ、ここも塗っちゃいましょうね。で、注意は、レジンは、太陽に当たるところ、光に当たったところしか固まりませんので、内側に頑張って入れてもあまり意味ないです。で、ここでちょこっと、はい、いい感じで、はまるポジションを見つけてください。こんな感じかな。これして。こんな感じですね。はい、こんな感じで、つきました。で、カクトがね、ピカピカ光ってますね。これを繰り返します。さっきヤスリがけしてちょっと傷ついちゃったところ、そういうところもこうやって塗ってあげるとピカピカになります。はい、こんな感じでいいかな。はい、こんな感じで、どうでしょう、キラキラ光る透明などんぐり、今回は双子バージョン。はい、これアクセサリーになるんじゃないでしょうか。
まあ、いろいろ、はい、何個も作っての置いとくのも、楽しいですし、ね、こうやって、チョーカーね、はい、こんな感じで、チョーカーに、ネックレスにすることもできますし、ね、どんぐりトトロですね。に、これ、目をかけば、どんぐりトトロにもなります。透明などんぐりトトロ、珍しい。はい。これ、ペットボトルフラワーは、お旅行後の人気メニューなので、よろしければ見てください。はい。今日は、レジンで作る透明などんぐりを、の作り方を紹介しました。楽しんでいただけましたでしょうか？楽しんでいただけた方は、登録ボタンをぜひ押していただけると嬉しいです。コメントもいただけると とても励みになります。ご視聴ありがとうございました。